無事ですよ。もう戻しておきました。夜中にひどい通り雨みたいなのがあって、その間だけは巣を下ろしておいたんです。でもこれで大丈夫です。ありがとうございます。はい、元気さんのおかげです。さっき見えました、あの子たちが巣立つ時が。戻りましょうか。みんな、おはよう。それじゃあ今日も一日よろしくね。飲んだって死ねるわけないじゃない。
ないと思うけど。あ、でも昨日は早めに寝たから。楽しかったみたいだね。久音ちゃん喜んでたよ。どこ行ってきたんだっけ。いいなあ、楽しそう。私が元気と一緒に行きたかったかな。あ、ごめん、今のなし。元気は何も聞いてない。報われない思いなら、二人には目いっぱい幸せになってほしいなって思うから。あ、仮にだよ、仮に。あくまで仮定の話。私、サネちゃんのこと大好きだよ。だから今まで報われなかった分、たくさん幸せにしてあげてほしいんだ。だから頑張れ、色男。これは元気に気合を入れるとともに、私自身の未練を断ち切るための儀式でもあるんだから。うるさーい。それそれそれThank you.
さね。エロ魔人が来たよ。エロ魔人ですか？あらあら、どうしましょう。やー、お母さん！どうぞ。いらっしゃい。ささ、ソチャではありますが、どうぞ。飲むのが礼儀でしょ。付き合い悪い、感じ悪い、ねえ、したね。ねえ。で、何かご用でも？もっと遊んできなよ。私は外で遊んでくるから。でも、うん、いいからいいから。じゃあ、大丈夫です。ヒサナの許可が下りましたから。じゃあ、私は出かけてくるね。ごゆっくり。それじゃあ、今日はどうしましょうか。特にないです。一緒に絵を描きましょう。大丈夫です。私もそんなにうまくありませんから。
ここにしましょう。桔梗の花を描きましょう。ちょっと待っていてくださいね。どうしました？看板娘ですから。はい、何でしょう。あ、ごめんなさい。気にしないでください。元木さんに話しかけられるのは嬉しいですから。
二人ともお疲れ様。お茶入れたんだけど、少し休憩にしたらどう？いえいえ、久音も少し休憩にしなさい。はい。ねえ、ちょっと見せてもらってもいいかしら。はい。お上手ね。でもこれだけ描ければ十分なんじゃないかしら。完成が楽しみね。久音はどう？見せてもらえる？あ、はい。あの、お母さん。は？私の絵も、その、元気さんには内緒で。大丈夫よ。頑張ってね、久音。どうやらお邪魔しちゃったみたいね。ごちそうさまでした。それじゃ二人とも頑張ってちょうだいね。